バスは100円、はい、で本村に向かいます。バスってあれだ、これだ。これそんなに乗れない C バス、はい、後払い。本村、後払い現金だろうな、はい、集めてしんちゃん用だけど、はいはい、こっち側だろうな、同じ変わんねえか、変わんない、はい、はいはい、どうぞ、はい、さあよいしょ、乗ったぜ、出発だ、ご注意ください。このバスは本村線へ通じ行きです。お降りの際は降車ボタンを押して乗せください。次は東宮ナンバーです。
せから席をお立ちください。次は農協前です。これだろうな、押す、降りる、これだろうな。うわ、なかなかアートな住宅設計をやってる人にはいいよね。電車釣れるな。ありがとうございます。東京前と家プロジェクト安藤ミュージアム本ぐらい。さあ降りたぜ。この辺がね、そう、芸術区画だね。さあ地図を見ながら探検しよう。みんな降りないね。で帰り見とこう。まあ1時間散歩見先いいか。ああここが空き缶アート、空き缶アートだって。まあ捨てられないよこれ。うん、どうやって見学したらいいんだろう。こんにちはって気軽に入って大丈夫なのかな。うん、うどん、さぬきうどん400円、安いよねこっちのね地域は。安い、うん、食べてしちゃったからね。ふらっと歩いてもいいね。あ、山登るとなんかあんのかな、うん、ちょっとね、車はいただけねえわ。こういうアートな街には。お、バスもね、これ料理。あ、これちょっと高いな。ね、こういうのがね、多いですね。はい。猫バスみたいな。ランチ。海沿いに出ました。灯籠がある。あ、怖いね。100年バス。お、なんかあるね。さあフラッと歩いてもいいですね。ベネッセホールディングスだね。ゲストハウスなんだね。あ、こういう戸建てに。戸建てにも泊まれる。あ、裏から見ると結構いいんじゃないですかね。これは単なる駐輪場だ。駐車違反の取り締まりなんかしないんだろうな。こういうバーバパパみたいな感じの家みたいな感じで。へえ。FRP だね。あ、この中でちょっと休んだり。あ、ここがあれですね。港で、ここも宇野港行きのやつが出ます。はい。こんなカフェだそうです、うん、へえ。これでも経営ってどうなんだろうな。ギリギリなんだろうね。いや、これね、すれ違いがやっとできるような道。傷んでるところ基本的にないね。ちゃんと手入れされてる。
どっち行こうかしら。こっちだ。